はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。最終日15日ですね。ということで一応ね次回予告ね来てて、まあ大方の予想通りね、銀河ウォッチで次回予告来てますね。で水金地下木土天解明なので次は金星かなと思ってたんですけど、まあなんかみんなの予想通り火星で来ましたね。ということで次なる資格である火星のプレデター妖怪によってケマモト村が火の海にということで、次回ケマモト村ですね。ということでまあマップで横取りなのかな。一応前回もマップで横取りだったんですけど、うん、焼きおにぎりがいて、これしばらくかな。で、これがアスくんかな。火星のアスくん。これが UZ なのかな。ヤギョウもいるね。ヤギョウって結構人気やキャラだな。ヤギョウ ZZZ かな。で、覚醒、青龍だな、これはな。はい。青龍、まあね、滅龍があるから、青龍やめときゃいいのにな。そしてこれが今回のデスマーキュリーだったのがデスマーズンなのかな。はい。なんでこれが火星のね妖怪で、これはクレクレパトラーかな、なんでしょうね。はい、まあでもこの足の感じからしてクレクレパトラーかな。はい、なんで次回ね銀河ウォッチイベントということで、まあ一応ね前回3赤ウォッチゲットできたんですけど、いやできてないな、前回明赤ゲットできたんだな。はい、あ、つけちゃった。間違えた。前回はジバニャン、水星のジバニャンいたんですけど、今回は火星だから、火だからね、コマさんかなっていうね、感じがしますね。金はまた、なんだりようかな。一応前回これか。前回水星だったから、次はね、不思議だから、キュービーが追加妖怪かな。どうなんですかね。火のイベントといえばキュービーって感じがしますけど、前回デスマーキュリーが今度デスマーズになるね。前回ちゃんと10凸マックスまで行って、で、アスくんがね、これが今度火星のアスくんになるのかなっていうね、感じがします。一応前回新スキルだったんで、今回も新スキルになるのかなっていうね、デカプニ4つ作りで強いキャラでしたね。こっちも。でミカちゃんがいて、今回はいないのかなっつって、ミカもねなんか正体はあの我々は地球人だみたいな感じだからね、なんでっていう感じですかね。一応ゴージャスマーキュリーとか言って、これはまあ前回のねあれで、このアカウントジバには持ってないんだよな。アクア様が不思議だったから、どうなんですかね、不思議じゃないかもしんないね。なんかヒっていうと不思議のイメージがあるけどね。プリチーになるのかな。クレクレパトラプリチーで、しばらくが薄ら影、焼きおにぎり勇ましで、ニョロロン清流って感じ。はい、しばらくとヤギョ薄ら影だね。でアスくんが前回ニョロロンだったのが不思議と思ってても、もしかしたらプリチーか勇ましか、そんな感じですかね。という感じですかね。勇ましかな。でも、火だと勇ましか、豪傑はないか。で、一応、何でしたっけ。よいしょ。あ、そっか。水星の磁場には持ってねえんだ。だからあれなんですけど、薄ら影が、あ、そっか、このアカウント持ってねえのか。ヤギョウ持ってねえんだな。ヤギョウね、結構毎回強キャラなので、そっか、このアカウントヤギョウ持ってないのか。はい。まあ、ちょっとヤギョウね、楽しみにしたいなと思いますし、アスくんね、とにかく、初回アスくん強かったんで、多分、今回アスくんも、割と強キャラしてくれてると思うんでね。どうなんだろうな、勇ましっぽい気がするんですけどね。はい、ちょっと楽しみに待ちましょう。必殺技もねいいんじゃないでしょうか。
なるほどね。ということで次回のイベント、うん、そうだよな、ニョロロン、勇まし、うすら影、うすら影、プリチ、プリチかもな、でもな、コマさんかなと思ってたんだけどな。一応ケータとアスタチって書いてあるからな、ケータキュンの可能性、ケータキュンだと勇ましかな。うん、なんで今回ケータキュンかもしんないね。勇ましでね、勇ましイベントかもしんないね。一応多分あれクレクレパトラだと思うんだけどな。まあ多分 ZZ あたりじゃないかね。ヤ行は ZZZ で、まあ覚醒清流 Z か ZZ で、しばらくも ZZ って感じかな。うん、ヤ行ほんと優遇されてるからな。あれクレクレパトラだと思うんだけどな。 S ランクだったっけ、なんちゃらミステリーレジェンドだったっけ忘れちゃったな。もう、あ、いたいたいた、あの足、そう足の感じなんだよね。そうそう、だからまあクレクレパトラで合ってそうですね。ミステリーレジェンドじゃなかったっけこいつね。そう足がね、あれなんだよね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。一応前回ね横取りだったんで今回も横取りかな。ケマモト村はなんだっけ、音楽あれかな、ダメなんだっけな。ケマモト村っていうとやっぱカイマかな。なんかケマモト村っていうと古典妖怪パイセンだよな。フユニャンでもいいね、確かに勇ましでもあるからフユニャンでもいいなっていう感じかな。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう、さよなら。デカニャンだねケマモト村は。一応今2番目のアカウントお助けしてて、2番目のアカウントもね、はい、奪う目ね、ゲットできて、3アカ奪うにねゲット完了しております。今回は元気ドリンク63アカ65個ドロップかな、はい、そんな感じでしたね。はい、じゃあさよなら。13、14、15はやんないで、ワイポイントを貯めよう。B ジャイアンはやっぱりメインアカだけゲットできなかったっすね。やってくれたぜ。サクちゃんはいいや、限界突破。結構サクちゃんも強いんだけどな。はい、じゃあ、さよなら。でも今回良かったな。G とか結構くれるし、ね。ドロップもするし。ありがとう。スキルもこんなに集まった。